4試合ぶりの無失点ゲームとなりましたが、逆に得点を挙げることもできませんでした。この結果どう振り返りますか？まず失点ゼロで、抑えれたっていうのは、すごく評価してます。まあもちろん、得点して勝ち点差を上げたかったですけども、その部分に関しては本当に、みんな集中してやってくれたと思ってます。まあただ攻撃に関してはまだまだどうですかね、自分たちの良さというか物足りなさが残った試合かなと思ってます。その攻撃、監督から見てどうでしょう。今日はチャンスの質であったり数量であったり、このあたりはどうだったんでしょう。まあそれ、含めて全部含めて、まあ、物足りなさがあったかなと。まあ、クロスの局面は多少作れたとは思うんですけども、そこからの質だったり、まあ、シュートの質、ただもう少し、そこだけではなくてね、他のところからもしっかりゴールを狙えるシーンというのをもう少し作りたかったなというふうに思ってます。ただ先に点を奪われるという試合が続いていた中で、今日は前半はしっかり相手をラインを上げすぎず引き込んでといったその守備の意識も見られました。このあたり守備の改善はいかがでしょう。前から行くときとしっかり、ブロックを作っていくときとっていう判断はしっかりやれてたと思いますし、まあずっと引きっぱなしではなかったと思いますけども、まあ、そういうところの状況判断はすごくよくできてたなというふうに思ってます。怪我人も山田選手、森岡選手が戻ってきました。総力戦あと7試合、どんな思いで戦っていきますか？もう本当に次の試合にすぐ切り替えたいと思ってます。もうまずは次の試合に向けて、いい準備したいと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。